誰かと話してリラックスするか。しっかり準備してくださいね。あのやり手プレイヤーはまだ姿を見せていませんが、あなたたちの動向に注目していることは間違いありませんから。お二人の実力と決意があれば、彼女にまみえることも難しくはないでしょう。少なくとも私はそう思っています。ですが、世の万物は変化が激しく予測できないもの。運命を全うしたいのであれば、努力と研鑽を続けなければなりません。さあ、雑談はここまでにしましょう。お二人は決勝戦の準備に専念してください。あなたたちの勝利を祈っています。さっきは本当に手に汗握るバトルだったわね。あんたたちが勝利の一撃を叩き込んだ瞬間、ベルトったら興奮して席から立ち上がってたんだから。私はカンパニーの製品を好んで使うことはないけど、こういう楽しい雰囲気の中にいると心を動かされそうになるわ。これは忘れられない体験ね。こんな機会は滅多にないから、思いっきり楽しみなさい。開拓はただ苦しいだけの旅じゃない。その途中にある楽しみを享受することも大切なの。君、それからナノカ、おかえり。さっきのバトル見ていたぞ。本当に素晴らしかった。このゲームは故郷の物語を思い出させる。若い頃、テレビで似たようなテーマの作品を見たことがあるんだ。すまない、この話題は感傷的になってしまうな。これから決勝戦だと聞いた。君たちを応援している。決勝戦だ。